はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。明けましておめでとうございます。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。まあ、本日なんですが、皆さんにですね、お年玉をね、差し上げようと、思っておりまして、デッキを組んできました。これお年玉です。これお年玉。相手のフィールドのモンスターぶっぱして相手のフィールドに落とすから、この弾を。だからお年玉。はい、今回のデッキのギミック以上です。はい、今回のデッキのギミックは以上。基本的にその何をしたいかっていうと、相手のバンペイのモンスターを、弾を落として、はい、お年玉って言いたいだけです。で、まあ、あわよくばですね、あわよくば、所有者の刻印を使って、お年玉返してもらって、お年玉返却してもらって、で、ラーの抑止力を出して、コンセントレートで勝つっていう。これをしたい今日はと思ってデッキを組んできました。まあ、それだけだとさすがに弱いので、それギミック全部パスすると。なので、一応読書ができるレベル8のモンスターいっぱい入れましてね、ランク8ビートみたいな感じで使えるようにもしてきております。はい、まあ動かし方はちょっと見ていただければ分かるんですが、まあ、基本的にはその、怪獣かぐや、怪獣とかぐや抜きデッキみたいな感じになってますんで、早速ね、この お年玉を相手の盤面に送りつけて、ゲス笑いをするリュウ実況チャンネル見ていただきましょう。デュエルスタンバイ。ラタマ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 来たー。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。はい、展開してください、展開してください。モンスターを月夜クロウ、いいね。なんか展開してくれそうじゃん。割と展開力ありそうじゃん、このデッキ。ちょ、3体展開して。頼む、マジで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 。こんなに展開してて、お願いすることも珍しいですよね、遊戯王マスターズデュエルにおいてね。結構でも、月夜クロウはさすがに展開力すごいだろ。これ結構あれだぞ、デスフェニーバラネスみたいな感じになるよな、普通に月夜クロウデッキだったら。ビサススタクラスト、いいだろう。ここからね、結構ね、スキャクローって展開伸びるので、まあ、いろんなことができるんですけれども、ええやん、素晴らしいよ、素晴らしい、非常に素晴らしい。これ、アナコンダ割んないでね。あ、先にこれは獅子王アルファじゃねえか。出してからドッキリ成功させちゃうよな。これここで打たないでしょ、多分効果。獅子王アルファ特殊召喚してまだ打たないよね、効果。まだ打たないでしょ。まだ、さすがに。きっと。はい、あけましておめでとうございます。お年玉差し上げます。プレゼントフォーユー。プレゼント for you。 ね、2枚ドゥルー。あ、なるほど、弱いな、ハンド弱いな。これさ、ちょっとラータマ返してくんない。ラータマ返してくんない。ちょ、ラータマ返してほしいんだけど、なんかあります。ラータマ返していただけなかったわ。なるほどな、ラータマ返していただけませんでした。あ、待て、これでも効果無効になるな。これ効果無効になります。ラータマしょられて効果無効になります。これ効果無効になったということは、逆に言うと、あ、これ逆に言うと、これあやめの双剣士パイセンが出てこざるを得ないですね、これね。効果無効のモンスターがいると特殊召喚できます。はい、その癖なんだろうな、その癖なんだろうか、わかんねえ、なんか遅延してんな。フルルドサージュの効果を発動。フィールド上のモンスターをぶっ壊しながら自分が出てきて、で、相手のフィールドのカードも破壊するという効果。獅子王アルファもいらないや。ちょ、それ何？それ何？よし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 ！来た！神！来た！なんか死んねえけど、相手の禁じられた一滴のおかげで勝てそう。で、フルルドサージュ特殊感。はい。レベル8のモンスターが2体。来るぞ、ユーマ。レベル8のモンスターに対してオーバーレイ、エクシーズ召喚、遊泳神、ドラッグラビオン。ぬめ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 。察するか察するか。
察するか。お、いいのか。やばいやつ出てくるぞ。そして大大ギャラクシーを下に重ねて、メロンドラゴンの効果オーバーレイトを使って、打点が9200ペ、うおー対戦ありがとうございました。神、神デュエル来た。これはさすがに採用。はい、お年玉来た。お年玉をプレゼントしちゃうぞ。おじさんはあなたにお年玉プレゼントしちゃうから、モンスターを3体並べてくれ。あれとラータマって気球とか相手のさ、なんかその盤面次第というか、モンスターが3体以上並んでくんないと意味ないじゃないですか。だなんか意外とね、双剣とかデスペア多いと結構並ばないんですよね。だからなんか、まあ、今回落とし玉デッキとか言って相手の盤面に弾落とすデッキ作ってますけど、これね、弾落とせないっていうね、相手が落とし玉の受領を拒否するっていうパターンがあるんですよね。魔法都市エンデミオン、これエンデミオンデッキってさ、え、結構横並びます？俺もエンデミオンデッキ組んだことないんで分かんないんですけど、これエンデミオンデッキはいっぱい横に並んでくれると嬉しいな。めちゃめちゃ並ぶじゃん。めちゃめちゃ並ぶけどさ、これちょっと待って、これでも妨害数、いや、セレーネ来たか。なるほど、これあれだよな、なんかモンスター効果魔法トラップカード無効みたいなやついっぱい並んでんだよね、これね。墓地にはマギストロブエンディミオンしかいない。今セレーネは墓地からしか出せないから、マギストロブエンディミオンが出てきて今もうほぼ出せないの。もうじゃあ、いや、これ言う、これあれやで、これあれやわ、そんな言うて、なんかどこリリースしたいんだ俺。ちょっと待って、マギストロブエンディミオンは一旦に一度マルカータ3つ除くと、マルカータを置くことができるモンスター1体をできた特殊召喚いいでしょう。ここでまた妨害増える。いや、これ普通強いな、これこの効果。マギステル・オブ・エンディミオン君の効果によってまた妨害増えて、これやばい、これいよ3枚、誰オーリッツ魔法図書館、なんでなんでなんでお前来た。ちょっと待って、ちょっと待ってくださいね。ですね、これはですね、あ、これいけそうですね、これ。え、待って、これ、ここさ、このさ、なんか右側のこの3枚が妨害持ってんだよな。これだから、これさ、もうこの3体リリースしたらもう、いいじゃね、これ、これお年玉プレゼントできますよね。おじさんからのプレゼントだよ。さあ、君にはお年玉をあげよう。はい、お年玉。はい、お年玉。で、まずは、パンクラトプスパイセン、バチコリと出していく。はい。つえ、なんもチェーンねえ。これなんもねえな。これセレーネ出せないの、もうなんも。ってことはだ。無駄なカード発動せんと、これあれやな。所有者の刻印で、ちょっとそれさ、そのお年玉ちょっと返してくれる？そのお年玉、やっぱ返して。そう、俺のやつなんだよね。僕のやつだから、返して。出た！お年玉を上げて返してもらうデッキ。そして、ラーの抑止にスフィアモードは、寿命リリースするとデッキから、ラーの抑止力を特殊召喚できる。さあ、ラーの抑止力のモンスター効果、全ライフポイントを支払うことにより相手のモンスターを破壊。グッドプレイスキャノン。この効果にターン制限はついていない。いけ、ラーの抑止力、グッドプレイスキャノン。何なんだこいつ。待って、敵すんでなかった。全然ない。これ P ゾーンによく、どうでもいいわ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 、どうでもいい、いいだろ。ゴッドブレイズキャノン。これなんでオールツ魔法図書館なんだ。デッキの中も入ってなかったかな、ゴードで飛んで。で、バトルフェンス入りまーす。いきまーす。さあ、2600でぶん殴って。はい。まだ勝てないとか思ってんだろ、バカタレが。俺は気候じゃ村上のロキっていう最強モンスターが特殊ができるぜ。さあ、2450がプラスで。相手の顔面に入り、行け、ゴッドプレイスキャノン。ぶっ刺さった。お年玉上げて返してもらうデッキめっちゃ強い。やっぱ高校デッキってのはストレスがなくていいな。なんかじゃんけんで負けて先行取られて、なんか大パンするみたいなゲームにならなくていいな。うん。スカラマリオン、アリキーノ、この動きは。ゼンマイ
ゼンマイティじゃないですよね。あーね。はい、おそらくゴミデッキでーす。ゴミデッキ特有のムーブ始めました。まあ、なんか最近さ、あのゼンマイムーブはなんか実家のような安心感を感じますっていうなんかコメントをいただきましてね。はっ、いや光の結界とかいうガチでやばいカード発動されそう。やばい、なにこれ、えアルカナリーディング、やばいカード来た。これコイントスをする系のカードを持ってくれる。アルカナボス21ザワールドだぞ。バカな、これロードローラーだってこと、これロードローラーじゃん。セレーネ出しに行く。やべえ、これまだソリティアをしようというのか。やべえなこりゃ。コインは当然聖域ってか、機械の結果の効果でしたっけってか。あれ、あ、ちげえや、あ、なんだこれ、リンネテング知ら、誰リンネテング置いたらどうしようする。あ、なるほど。ミコはリリースされるとなんか火球天使出せる。はい、いいわ。は、はい、こいつの表の効果ぶち壊れてまして、自分のエンドフェイズに自分のヘッド上のモンスター2体を墓地送ると次の間スキップするっていう意味不明な効果あるんですけど、本当に意味不明な効果あるんですけど、これ許されていい効果じゃないんですよね。これターンスキップする気これ満々ですね。なんなら2回くらいターンスキップしようとしません、これ。これ相手これなんか異常にコスト用意できてますよね、これね。相手ここ2体リリースすると、なんと時を止めることができるから、時を止めるっていうか、これ時スキップしてんですよね。何回も言いますけど、ワタポン誰やねん。これ何回も言いますけど、これザワールドっていうかザ・キング・クリムトなんですわ効果。あ、おかしいな、なんか俺ターン待ってこないで。皆さん、なんでアルカナフォースに新規が来ないか知ってますか。それはね、全部こいつのせいなんですよ。こいつの効果がゴミすぎるから絶対に強化来ません、アルカナフォースに。